たい。アクアスカイは ADA 初の LED 照明、水草がしっかり育ちます。開放的なデザインが新しい。そうだったらできますなんていう話するんだって、こうすればできますよっていう意味とか、
そうだよ、シミュレーション、シミュレーションできないのかよ、みんなできない、できない、できないって。ね、できればできないでいいんだけど、本当にできるかできないかってのを考えてやらないと。10周年を記念したペーパーバッグができました。全国の ADA 販売特約店で使われています。俺は言わないよ、中では。
俺はアクリルを張りなさいって言ったの。なので、光が反射してダメ。なので、なぜか貼るように残してくる。すっごい見たくて悪いんで、これは、とにかく、あれ取ったと取ってくれるんですよ。全部外して、むしろライトアップしちゃって、あと、むしろ光ってたいんですよ、両方とも。で、あそこも上の方も、アクリル板をガッとつけて乳白色を、で、あの天井の光を漏れないように、で、後ろからライトをバーンと出て、で、水槽のも光るし、上も光るし、こっちはない、こっち後ろから光を当てて、光がバーンとこう、だから今まで見たことないライティングです。逆光みたいに。そうそうそう。そして水槽の空気が出てくる。で、これ後ろ外しちゃうんですか。外すんですよ。外すんですよ、ライト開けるんですよ、ガッと。そしてこう後ろからこう光ってる感じで出す。そうするとこの石のこの輪郭がさ、ビャー出てくるわけですよ、ガーッとこう。それを、そういうようなその演出をしましょうって話をメックするんですけど、どうしてもやっぱそういうことをやったことがないんで、やっぱり分かんないんですよね。で、説明を今もう10回ぐらいしてやっと今ね、もう扉を外してもいいよという、それでライティングをやろうというところまで話は言ってんだけど、私でも行くかどうか。あ、後ろってそのパネルの向こうのいわゆる裏側の扉、はい、もう外しちゃうと。外すんですよ。外して後ろからライティングするんですよ。そこで廊下ですよ。だってそう、いや廊下でも上からやって、だから廊下をヒタヒタ当て方すると人間が歩いてるのがこう影ができるんで、それは上からこう当てないように、そうじゃなかったらもう LED をバーッと後ろでいっぱいつけるとか、パネル状にして、まあそういうことも今全部やらせようとしたんだけど、ただほらどこもやったことないんで、やったことないのに対してガッと弱いんですよ。やったことあればみんなうまくやるんだけど、要するにさ、そのすりガラスみたいなやつですよ、これ言ってんのは。ああいう光がファーッと入るやつですよ。これは全然光が入らない。裏人がもういたら見えちゃうぐらい、ぐらい。ここ人取りますよ。いや見えないって、だってこっちが光が当てるんだから、光を透過させないんだから、要するに、まあ、今はここに光が当てるんだよね、白のね、図形ありますけどね、あのすりガラスみたいなやつ。そう、それ言ったんですよ。乳白色って2つもあるんですよ。乳白色で透過するやつがないんで、俺それすっごい説明したんだけどね。まあ乳白っていうと、うん、あ、いや、加藤さん、こんな光当てたって全然、これは透過するやつじゃないんですよ。そうだね、トレッシングペーパーの厚な貼り替えですよ。何のことか。トレッシングペーパーの厚なんですよ。あの撮影用紙みたいなのがバンなんですよ。これより今ちょっと、これぐらいでもいいんだけど、もうちょっと濃いやつ。これぐらいでもいいんだけど、これだと光が透過するんですよ。これは。あれは透過しないからな。まあ、今見ると、あの、あそこに入ってるから、反射透過してるから青っぽくなっちゃってるね。これは反射してるだけですよ。こんなとこ透過するじゃないですか、これは。ほら、そうでしょ。これだとこう透過するんですよ、ほら、こういうふうな、こんな感じで。おばさん、この穴って、パッと立てなくなるんじゃないですか。あの、パッと。皆さん、ADA 20周年記念パンフレット、もうご覧になりましたか？ページを開くと特大の4メートル水槽。皆さんぜひご覧ください。これでも上に乳飯つけちゃったら水草育たないんじゃないですか？トップライト弱くて。いやいや、というのはこれは上と言ってもここを目隠し。ああ、この上よ。ここじゃないですか？ここに。ずっとつけることによって、こう歩いてきたときに目に光が入ってくる。ここにこうつけるんです。この黒いね、あれもちょっと予想想定外だったんですよ。実はパイスの地にはないんですよ。ちょっと気になりました。すっごい気になるんですよ。で、これも気にならないようにもう出会うと考えたんですよ。これを全部隠すように。だからそういう、その隠すようなレイアウトはどうやってできるかというのは見てもらえば
私の技で最初からもうねこれ見て見てたからっていうことをやってくれたなと思って、で側面だから目立たないんだけど真裏だからよく見えない。これまあ正直言ってあのパイプを絶対見なくするしますんで、まあ、私の技で両サイドのパイプなくなるん で真ん中だけポーンと浮くんですよ。で真ん中でポーンと浮いたところに光がファーッと入ってくるんで多分見たことないと思う。言った通りしてくれればね、あんまり言った通りしてくれねえんだわ。どういうわけか違いながら水草用っていうのね、初めての水草用感もあるわ。そうそう、魚は専門だけど、こんなのは誰もやったことないんで、もう石田とかさ、こんなのはさ、だってあとみんな向こう、ギガンでしょ。でも本物だからさ、アマゾンの話、こんなやつだからね。これアマゾンの奥地からもしやってたから、ここ何本も見るんですよ。国に合うって。コンセプトはちなみにどんな？こっちはもうその実物大の自然ですね。もう水槽の中っていうよりも水中にずっと潜るともうそのままバーッともうその実物通りっていうかね、もうほとんどもうその見たままの自然で、こっちはちょっと引いたね、ちょっとワイドな自然、ワイドな自然という感じなんです。どちらかというとこうやって見るとひょーっと見えるっていうね。こっちはもう本当にこうずっとジャングルの中に入ってるような奥行きのある感じで、こっちはワイド感、こっちは奥行き、こっちはパーフェクトですね。参考にした景色はあるんですか？まあこっちはどちらかというとその山の中のこう渓流の中のとか、あとそのなんていうか原生林の中のジャングルイコール水中の中のイメージを合併するみたいですね。これはどちらかというと海とかね、そういう感じですね。イメージの中の水中景観。7メートルって水槽が大きいと水草も大きいとかじゃないんですよね。逆に細かいですね。そこできるだけ細かい水草で使おうと思ってるんですよ。なぜかというとワイドの世界なので、できるだけ細かな自然をこうわーっと表現してるっていうかね、うわーっと広い世界っていうか、こっちはどちらかというとこうそのなんていうかな、見たままの世界なんで、で、近づいているところはある程度大きな植物が入るんですね。まるっきり真逆ですよ。だからこっちは石でこっちは流木だし、まあ半年してみると分かると思う。作ったばかりでちょっと分かりづらいんですけど、オープンの時はまあ大したことないね。まだ2ヶ月だからね。本当は3ヶ月あったんですけどちょっと遅れてるんですよ。2月で作れるとね、もう半年は欲しいね。やっぱり 1,2 回トレーニングするとどんどん形が整ってくるんで、だから6月でいいんじゃないですか、入って放送は。遅くないもなるほど形できるんで。でも来る人にしてみると来るたびに表情が違うから。そうですね、楽しいじゃないですか。うん、トレーニングすると結構ガラガラと変わってきますんで、それとまたどん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 良くなってくるのが分かるんですね。だから1ヶ月後にしたっても全然違いますからね。2週間ごとにしても違うんじゃないかな。7メートルだからっていう秘策ってなんかあるか。ただね、やっぱりね、ワイドでしょ。やっぱりすごいこうリズム感でこうリズムをつけて作らないとやっぱりこう短雑になるんですよ。だからすごくこうリズミカルにならないと、というかリズムからなんか石の配置しないと、バランスがもう1ミリたりとも崩さないように、やっぱり全てバランスですからね。まあなかなかこれできるのは難しいですね、斜めは。これはもう自然のものをちょっとね壊していいんですよ。自然石なんですよ、これ。どこから持ってきたんですか？これ東ビルですけど。これまあこれを壊したんです。ここに水草入れて、つけるんですか、冷やすために。
これは斜めくるように作ったんで。はい、全部全部。これがまたね、まあいっぱい入ってるようだけど、きっと固まるんで、一個一個貼るんじゃなくて、つけるんですよ。つけて、一つの石だから、一枚岩みたいな感じですね。こう連動するような。で空間はありますよ、やっぱり。まあ、どっちにしたって空間を作らなきゃ、どうもならないので。10周年限定ツールのプリントはフラワープリントと20周年のマーク、コーティングされているので実際に使っても大丈夫。